さて、ほんでどこに行けばいいんだった？これ。オタコン？あ、オタコンじゃないんだ。そうだ、オタコンじゃない。ついついオタコンと言ってしまう。大佐？助けるんじゃやろ？誰か。シール店の無線によれば、大統領は B 客で発見されたらしい。ライデン、B 客に向かってくれ。B 客は君が今いる A 客の北西だ。B 客へ行くには A 客と B 客をつなぐ AB 連絡橋を渡ればいい。 AB 連絡橋には1階から出られる。君がいる屋上から1階に降りてくれ。 A 客の1階にはノードがある。忘れずにアクセスしておけ。いいな。ちょっと命令口調すぎない？ちょっと A 客、ここ今登ってきたのにもう降りるの？ここから登ってきたんだろ。でそれは、あそこなんかある、なんかあるぞ。なんかあるけど、いけないのか、これは。どうだい？開かんないんだね。これどっか、こう潜り込めない？潜り込めない？潜り込めないのか。潜り込めないか？ちょっと、主観。なんかあるよね。あそこにくるくる回ってるよね。まあ、無理ということだな。お鳥さん、鳥さん。お、こっちから行くのか？あ？ここ開くかい？ここ開くのかい？開かないじゃないか。開かないじゃないか。どっから行くねん。ハトさん。ハトさん。ああ、ハトさん。M9 も、ま、何にも起き、あ、これすっころんだな。もう、ま、何回こけんだよ。何回こけんだよ。何にも持ってないから、M9 も、あ、持ってないから、取れないんだよ、弾が。どっか拾い忘れてんの？っていうか、どっから行くの？降りるところがないよ。あ、また、ごめん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 。これで体力減ってたりする？さすがにそれはないか。え、どっから降りんの？これで降りん。今、こっから来たんだよね。こっから来たんだよね。ん？どっかから行けない？何？今見つけたから行けるところ。何？見つけたから。ライデン、そこの金網をよく見ろ。見たじゃん、今見たじゃん。克服すればくぐり抜けられるんじゃないか。もういいよ、先言わなくても分かったよ。克服ボタンを押してしゃがんでから進みたい方向に左スティックを倒せばいい。もう一度克服ボタンを押せば立ち上がることができる。 VR 訓練の時とは違って、克服している間も武器による攻撃が可能だ。そうなんだ。克服してても武器が使える。ただその武器がない。そしてゲームみたいなことを言う大佐。いつもそうだ、お前は。なんでかけすぎじゃね？ちょっと。今、いいんだよ。今、うまくできたから、もう。いい、指示しなくて大丈夫。シール、チーム10が突入を開始した。あ、そういうこと？フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか？先方は我々のことを何も知らない。我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ。今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を取っている。ごく少数。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた。君の任務は極秘だが、正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。いやー、ワンで散々騙されましたからね。騙されましたからね。もういいか。もうポンプ船でいいか。あ、いけたいけた。A 客、ポンプ室。あ、音楽がなんだね。音楽が。こっちはなんかあるんじゃないの？ない。なんかない。君はどう？君はジャックやろ？ジャックという名前なんだやろ？なんならデカプリオ、レオナルド・デカプリオってことかな？え、なに？いるの？あ、おる！見てくる。一回は任せたぞ。了解。とはいえさ、何も武器ないんですけど。え、行くな、勝手に行くな、勝手に行くなよ。今のロッカー開けようぜ。とりあえずちら。何？あ、あれはノードか。あれで地図を。すぐ書ける。すぐ電話。寂しがりか。ノードを発見したが、敵が陣取っていて近づけない。敵をおびき寄せるんだ。音を立ててみろ。どうやって？壁に張り付いてパンチボタンだ。パンチボタン。わかった。ちょ、その前にやることがあるんだ。その前に。へい、その前にこっちのロッカーを、ロッカーチェック。何もない。何もないな、このロッカーには。ロッカー閉めて、閉めて、閉めて。
閉めて、そう閉めて、こっちは武器、あ、なんかある。え、装甲、なんて言った。え、ちょっとそういう時だけすぐ閉める。おびき寄せるって言ったってどうする？こうやってパンチボタン閉める？これやばいね。ここでやったらこっちから回ってきちゃうね。ん？もうちょっとこっち。誰かいるのか？どっちから来る？あ、こっちから来る。こう行って、こう行って、こう行って、この隙に、この隙に、はい、はい、よし。これでいいんだろう。これでいいんだろう。どうせ大佐また電話してくんだろう。なんだ、あっちの、よくわからんな。うん。おいで。あー、おいで。ここどこ？これで、ポンプ室。こっちに行ったらいいか？こっち何？こっち何？ FA 連絡橋。ん？何？こちら？あ、あれ、あ、監視カメラ？はい、まず電話、すぐ電話する。わかってるって。サイファーやろ？サイファーがあるから気をつけろって言うんだろ。それはサイファー。無人偵察機の一種だ。うん。わかってるよ。見つかると敵を呼ばれるぞ。注意しろ。だが、チャフを使って電子妨害を行えば無力化できる。チャフを探せ。チャフを探せ。いや、その前に、これを行く前にチャフが欲しい。あるいはエンジンかカメラ部分を破壊するんだ。武装したタイプもあるかもしれん。気をつけろ。了解。武器ない。了解っていう。待て、ライデン。今、シール店突入部隊の無線を傍受した。傍受？もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない。盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事か？無事です。パッケージは、海軍大佐ともども保護しました。楽勝でした。じゃあもう帰ろうよ。もう帰ろう。うわ、大統領を守れ。アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。バカ、ダリさん、もうちょっとさ。どうしたアルファゼロ。分かったっつだ今。オールアルファ、応答せよ。もうちょっとやばい感じ。大統領の身が危ない。B 客に急いでくれ。もうちょっとさ、やばいなっていう感じ出して。何？これ、え、どこ行けて、チャフを探せ。どっちを先にすればいいの？ちょっと待って、これでしょ？こう言って、あちち、そっちに行くな。あちち、危ない。あれがいるんだろ？いないから、なんか、あ、いる。来た。これは大丈夫？ここにいれば大丈夫？なんかあるよ。取れない。取れない。来た。大丈夫。ちょっと座っとこ。怖いから。これ、発見されてんの？これ。大丈夫ってこと？大丈夫ってことでいいか？でもそっちに行きたいんだな、きっとな。で、なんかない？こういう端っこになんかない？これ端っこに。あ、何ここ？こっちに行けばいいの？え、ちょっと待って。これどこ？これどこ？ええ、結構。ノードにアクセスして。ええ、客。これ、ここでいいのかな？とりあえず行ってみるか。あ、違う、倉庫じゃない。違う、倉庫ではない。え、こちら？違う、武器がないから何もできん。異常なしって言った？じゃあ武器がない。こっちじゃないかな？だって、違うもんね。こんなところに行けって言ってないよね。ここじゃないんじゃないか。この上に行こう。どこにいるあいつ。あー、あの人から。あー、急げ。これ上もあるな。上に行こう。こっちな気がする。こっちは何？こっちは、あれ、こっちも倉庫だ。こっちも倉庫だな。うるさい。あ、なんかいる。これ武器ないんだけどね。武器ない。武器どっか。あー、入れる。あ、レーションが、レーションがあった。イエーイ、レーション。え、こっちでいいのかな？何にもないんだよ。
ほら M9 が、ああ取った、 M9 取った、 M9 取った、 M9 取った、よしよし、これでもう M9 は、ちょっと待って、大佐、大佐、あ違う、その前に、M9 を装備しとかないとあれかな、これ麻酔銃でいいんだよね、あそうだ、あサプレッサーもついてる、あいいじゃんいいじゃん、サプレッサーついてる、サプレッサーついてるぞ、これで大佐にこれ使っていいんでしょ、何でも聞く、大佐に何でも聞こう、とかどこに行くんだっけ、ライデン、シールズの無線を聞いただろう、大統領が危ない、 B 脚へ向かってくれ、 B 脚は A 脚の北西だ、まず A 脚まで戻れ、大統領が危ない、急いでくれ、やっぱこっちじゃない、こっちじゃなかった、こっちじゃなかった、やっぱこっちはまだお前は来んの早いって言われた、こっちじゃない、こっちじゃない、どこ、じゃあ今の無駄足、まあいいか、 M9 取れたしいいか、無駄足、まだここ通んの、まだここ通るってことか、とりあえずこっちに逃げて、こっちに逃げて、下を通ってればそんなに問題はなさそう、下を通っていけば、でこっち行って登って、登って、あちちちちちちち、こっちじゃない、こっち A 脚ポンプ室、逆、あーいる、あの人結構足音で、足音でこうする、あーどこまで、あそうか、ちょっとやろうかな、これはやるしかない、あちちちちち、こう言ってこれ結構足音でバレるんだよな、こっち向くでしょ、これで、あこっち向く、ちょっとちょっとこうそろりそろりって、そろりそろりって、あ違う違う間違えた間違えた、ちょっと待って、あれをやりたい、あれをやりたい、ダメだダメだった、失敗した失敗した失敗したから失敗したから失敗したから、どこだどこだ、こっち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 、違う違う違う、あ、ロッカーに入れる、あ、ダメだ、ダメだ、ロッカーには入れない、ロッカーには入れない、これ上か、上か、上に行けばいいのか、上に行った、上に行った、とりあえず屋上に戻ってきた、あ、ここに出るのか、そこか、あ、ちょっと待って、あ、そう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 、あ、ここは解放されています、ここは解放されている、すごいいるじゃん、すごいいるじゃん、すごいいるじゃん、すごいいる、すごいいる、いや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 、倒れない、この人倒れない、あ、死んでしまいましたね、うわー、やろうと思ったのに、あいつ振り向くの早かった、ライデン、どうしたんだ、ライデン、振り向くのが早かった、ドクダグ、ドクダグが欲しいんじゃ、ドクダグが一つでもいいから取ってみたいんだ、あ、ここ、あ、ここに兵士いるじゃん、ここに兵士たちいるじゃん、ということはここでちょっとやってみる、横演習だ、こっち来るの、嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、それはない、もう戦う戦う、よしこれで、あダメだなダメだなダメだな、ふっかふっかふっか、お前もうお前はもう撃っただろ、お前もうお前もう一発撃ったからもう眠れ、あ、聞いて聞いて、よし聞いてきた、よし聞いてきた、聞いてきたからこの人を揺すって、あ違う違う、撃っちゃった撃っちゃった撃っちゃった、この人を揺すって、よし、なんか落としてぞ、あやべえ、バンドエイジを使わないと、バンドエイジを使わないとやばい、バンドエイジ、バンドエイジ使って、あもう死じゃん、危ない危ない、これ大丈夫か、よしこの人たちをちょっと揺すって、何何、いろ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 、ちょっとうるさいですよ、うるさい、いろいろうるさい、いろいろうるさいよ、急に何何、無事なの、ローズ君大丈夫、大丈夫、大丈夫だ、取り乱してる、一回死んでるから、よかったってか、一回死んでるから、何つらい、こんなの
ただ傍観しているだけ、だ何もできない。ごめんごめん、まるでボクシングの試合を見てるみたい。そうだよね。それよりもひどい、自分の大切な人が。でも大丈夫、バンドエイジがあったから。私の間違いだったかもしれん。やはり彼女には無理だったようだ。いえ、ごめんなさい。私、大丈夫。最後なのこの茶番。ちょっと何この茶番。一緒に戦う。彼も逃げられない。だから私も逃げない。ローズ君、無理はせんでもいい。私、はい、できるわ。ローズ君。うん。ライデンか、君の方はどうだ。ああ、大丈夫だ。よし。では、このまま続けてもらう。絶対大丈夫じゃないと思うよ。ローズ君。はい。彼はライデンだ。わかったか。あ、ジャックって呼んじゃいけないってこと？なんかかわいそう、ローズが。ローズがかわいそう。この人からなんかも、あれ、この人からもうなんかもらったんだっけ？もらったのか。で、まだあれだな、ちょっと怪しいから、もうちょっとここに待機してよ。今まだ、なんだ、コーションだから。コーション、あー、ここにそういえばあれがあったじゃん。弾が、さっき回収できなかった弾があった。よし。これで、あとはやりたい放題じゃ。一回転んどく？はい、転んだ。はい、一回転んどいて。これ、ライフ減ってないよね。減らないよね、さすがにね。あいつらが起きる前に起きない。起きないでね。遅いな、減るの。これで、こっちに。これ、回復しといた方がいいね。名食。名食食った。よし。名食食って、一応外しとく。そろそろいいかな。よし、起動せよ。警戒チームはそのまま警戒に当たれ。いいかな。よし、これで。いや、こっちじゃないか。どっちだ、どこだよ。で、待って、これゆっくりゆっくりゆっくり足音を立てないように。え、これどういうシステムだ、どういうシステム。ちょっと待って、どういうシステムか。こう見て、こう、こう言って、こう見て、チラチラ、大丈夫か。ちょっとロッカー開け、ロッカーチェック、ロッカーチェック。あ、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 でもカメラないんだっけ。カメラ持ってない。あー、カメラ持ってないのか。残念、残念だ。まあこれ開けとくか。こっちは、あ、あー、今、そう、持った。あー、入っちゃった、入っちゃった、入っちゃった。入んなくていいんだよ、まだ。開けとこう、入れるように。あ、ダメ？ちょっと待って。こうして一回主観で見よう。どういう感じ、ここ。ここで、ここは何客？これで、向こうに行くんだよね。B 客に向かってくれって言われたよね。B 客に行くには、ここを通らないといけないのか。あの人、あの人一人だけかな。ちょっとゆっくりゆっくり行って、ゆっくり行って、あ、ここ通ってきたとこか。ん？違うな、また違うよね、ここ。あれやりたいな。ちょっと待って、挑戦しよう、もう一回。ここで向くでしょ、これつけてみて。動くなってやって、ってやって、ってやって、動くな、やって、で、どうすんだ？このあと、一回、もう敵の前に出たいんだよね。敵の前に出たい。敵の前に出たい。前に出たい。して、ここで、ここじゃダメ？あれ？あ、撃っちゃった、撃っちゃった、ごめん、撃っちゃった、撃っちゃった、撃っちゃったな、撃っちゃったな。違うんだよ、撃っちゃダメなんだよな、きっと。撃ったらこの人、こう言って、こう言って、もう一回こうして。お助け！お助けって言った、よし！あ、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 落としたんだよね。何その、何その、あ、ちょうど、ちょうど、ちょうどよかった。あ、撃っちゃった、撃っちゃった、撃っちゃった。ん？落としたよね。やったー！取れた！取れたよ。ねえ、ねえ、ついでに、ついでになんかちょうだい。他にも。他
他にもなんかちょうだい。やったー。この人隠しておいた方がいいんじゃないか。見つかるとまずいんじゃないか。この人隠しとこう。こっちのロッカーに隠します。ここに君はこのポスターがあるところに隠してあげよう。よし、ここにお前は眠ってろ。ほいで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 。ここら辺は特にないか。あれ、ここのノードはやったっけ。これやったとこ、もう一回やっとく。あ、これやったとこだな、ごめんなさい。やったところ、他には特にアイテムがない。あ、こっちか。あ、こっちか。はいはいはい、こっちだね。はいね、こっちだわ。あ、ほんとだ、出た。 AB 連絡橋。あー、ドッグダグが取れたのが嬉しい、何より。何、わー、いるいる、めっちゃいる。あれ、向こう岸に行かなきゃいけないのか。また連絡だろう。ほうれん草すごいな、ほうれん草が。いいことだよ。ライデン、気をつけろ。連絡橋の中央に見張りがいる。知ってる知ってる。そのまま進めば発見されるぞ。どうすれば。エルードを使うんだ。どうすれば。エルード。腰くらいの高さの手すりに向かってアクションボタンを押すと、はいはい、手すりを乗り越えて向こう側にぶら下がることができる。ほう。そのまま移動すれば敵に見つからずに進めるはずだ。わかった、やってみる。グリップゲージを忘れるな。エルードしている間、時間とともに減っていく。ゲージがなくなると落下してしまうぞ。わかりました。エルードで行けと。これさ、 M9 があるんだからさ、 M9 があるんだからっていうことはダメなの。こう、うまいこと、うまいこと、もうちょっとこう、これこっから撃っちゃダメなのかな。こっから撃てるんじゃない、いけばねえ。ちょっとこっから、あ、こっちも来た、こっちも来た。こっから、ほらほらほら、これでいいんじゃないの。これでこれ で頭をはいはい、はい、余裕。こういうことじゃろ、こういうことでいいんだよ。アイテムがないかな。アイテムはこの人を、この人隠しようがないな。いいや。おお、いいね。でこの人は、この人なんか持ってる。ここもバレるけどいいよね。もうだってロッカーないもん、そんなに。あ、この人何も持ってないの。なんだよ、持ってないのかよ。おいで、こっちに行く。ちょっとね、ドッグダグ回収できたものの、やっぱね、2対1は無理。2対1は怖い。変電室。B 客。B 客に来いって言ったのね。B 客に急げって言われて B 客に来たよ。どんな？嘘！もう時すでに、時すでに、なんちゃらだよ、これ。時すでになんちゃら。時すでになんちゃらかんちゃらのごとし。うわぁ、こんな顔だったんだ。もう、これはシール10がやられてるってことでしょ？大統領救出に失敗したってことよね。えらい、なにこれ。これ人間？人間がやった？こんなこと。こんな上まで散って飛び散る？その中に？ほど？これはどっち？なになに？忍者、忍者、忍者？忍者来た、忍者。どっちが味方なんだ？これシール10だよ。じゃないのか？うわぁ。アルファゼロ、応答せよ。あ、そうだそうだ、アルファゼロだ。あら、こいつら味方だよね。うわ、すごいこと起こってるよ。ちょっとひるんでんじゃん。ライデンひるんでんじゃん。あー、忍者。飛んできた。なんか飛んできた。なんかすごい。何この人。
ちなみにちょっとキラがあるとドラクラ、ドラクラとか出てくるのこの今回。え、何？そうそう。もう人間じゃないじゃん。わわわわわわわ。人間じゃないじゃん。ドラクラ先輩？ドラクラ先輩、やめてあげて。あすごい浸ってる。すごい浸ってる。このやりきった感。アルファゼロ全滅ってこと？どうした？応答せよ！ああ、入るんか、入るんか。え、入らん方がいいよ。入らんの方がいいって。麻酔銃しかないよ、だってこっち。え、麻酔銃で倒すの？ドラクラス、ドラクラ先輩？ドラクラ先輩はどうですか？どんな感じですか？ど、あ、います、います？邪魔しませんからね、僕は別に。いるの？え？え、マジでドラキュラじゃん。え、これ、これやっちゃってんな。先輩やっちゃってんな。え、これ血飲んでるってことだよね。お前バレる。ほら、バレた。ほら、血、え、え、何？何事？お前は。え、勝てん、勝てん。お前には勝てん。ライデン、勝てんよ。麻酔銃しか持ってない。勝てんよ。あれ飛んでくっぞ、おい。そりゃ。何？今日は5人。あ、趣味ある。その趣味やめな。趣味悪いよ、それ。お、沖あゆさん。沖あゆ龍太郎さん。豪華ですな、相変わらずな。はいはい、ご取られた。はい、ご取られたらもう、ちょっと、え、なに、誰？まだいた、まだいた。アルファチームいた。どう？逃げられたのか？僕、あの、敵じゃないですって出た方がいいよ。ライデン。どうだ？はーいって。はいはい、ここでーすって。ジャックでーすって。あ、違うわ、まだ。ドラクラ先輩がいる、ドラクラ先輩。あーい、ドラクラ先輩、どこだって言っちゃダメだよ。いや、そんな、おお。どうなる？痛い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 。しゃー、やばい。座れる、座れっと。これ座れっと。ん？お前変わった匂いがする。何の匂い？草屋？草屋の匂いする。匂い、草屋の。あの時食った居酒屋で食った、まさか、あの草屋の店の店長じゃあるまいだみたいな。何の匂い、何の匂い嗅いだの？ドラキュラ先輩？カレーだわ。後始末です。バンプ。ああ、それより面白いものを見つけた。面白い？会って話す。今どこに？中央と大統領と一緒。すぐ行く。あ、こいつらが大統領を誘拐っていうか、すぐ行き過ぎじゃない？すごいすぐ行くじゃん、この人。すごいすぐ行った。本当にすぐ行った。ギャー言うた、ギャー言うてすぐ行きはったな。すぐ行くっつって、あんなにすぐ来るとはってなるよね。呼んだ方もすぐ行くとはいえ、そんなにすぐ来られてるもん。待て、俺は敵じゃない。落ち着け。敵じゃないよ。あっちのアルファ、俺はプリスキン。ちょっと待って、プリスキン注意。色恋プリスキン、色恋、違うか。色恋プリスキン、なんです。え、これさ、え、待って、大塚明夫さんでしょ？え、色恋プリ、え、これスネークじゃないの？え、大塚明夫さんってスネークじゃん。ヘリからのファストローブ。え、これスネークじゃん。あ、嘘ついた。これ、この虫、あの、水中で上がってきた時見た。え、色恋プリスキン？その兵装、どういうこと？フォックスハウンドか。そうだ。
フォックスハウンドは解体されたはずだ。お前フォックスハウンドの前はデルタフォースか。あ、色濃い。しかも陸軍で名前がダサい。フォース21の実験に参加していた。フォース21、先日インターネットを導入した。ちょっと待って、なんで21っていうの。実戦経験は。なんで21でいいじゃん。何、今回が初めてか。訓練はしてる。実戦と区別はつかない訓練は。どんなミッションだ。スニーキングミッション60、ウェポンミッション80、アドバンスド VR 訓練か。あれは実戦と変わらない。デジタル世代のグラントってわけか。仮想訓練は実戦を超える。 VR 訓練で人は負傷しまい。ワンの時の VR 訓練の、実際の訓練は毎年数人が死亡する。 VR にも痛みはある。現実感もある。現実では起こっていないというだけだ。それが奴らの手だ。実戦時の恐怖を抑制するためのな。ゲーム感覚で人を殺す最強の兵士を作り上げるための養成プログラムだよ。VR 訓練がマインドコントロールだというのか。どうした、ライデン。シール10のアルファチームが全滅。いや、一人は無事だ。ナノマシンによる体内通信か。うわ、絶対これはもうスネークだわ。色恋プリスキンなわけないもん。なんだその名前、達成。もうちょっと、もうちょっと考えた方がよかったな。そうか。シール10に生き残りがいると言ったな。ああ、プリスキン注意だ。顔を見られたか。なんだって。隠密行動だ。誰にも悟られてはならん。もう手遅れだ。でも悟られちゃったじゃん。見てみろ。なんだ。海軍大佐。何？何？大丈夫か。どうした？少し休ませてくれ。出血が思ったよりひどかったようだ。あ、絶対もうタバコ吸うとか絶対スネークじゃん。あれは何だ。あの吸血鬼か。あれはバンプ。バンプ、あのドラクラ先輩。ルーマニア生まれのナイフ使いだ。あの身のこなし、人間とは思えん。さすがに VR 訓練のプログラムにはなかったろう。何者なんだ。デッドセルの一人だ。デッドセル。デッドセル。あいつが、はあ、ジョージ・シアーズ前大統領直属に組織された特殊部隊、死の細胞、デッドセル。もともとはテロ組織に死を与えるという意味だった。政府の施設を抜き打ちで襲撃する対テロ訓練部隊だ。お前のような VR 部隊に活を入れるためのな。だが元リーダーが獄死したあたりから部隊の性格が変わった。やつらはより過激さを増し、友軍や時には民間人にまで死を与え始めた。やつらが起こした事故で死んだ人間の数は100人を下らない。見境のない暴走、その結果が半年前の惨劇だ。惨劇。部隊は壊滅、残ったのは3人のみ。やつはその生き残りだ。どうしてやつらはビッグシェルを。知らんね。言った通り狂人の集まりだ。首謀者はソリッドスネークと名乗っているが。スネークなら2年前に死んだ。このビッグシェルが建造される発端になったあの事件。そうだ、やつがタンカーを沈めた。伝説の傭兵が。伝説なんて大抵ろくなもんじゃない。英雄と狂人は紙一重だ。スネークが生きていてまたテロを起こした。いや、やつではない。やつの死亡は2年前に確認されている。スネークは死んだ。そうだ。他の兵士たちはロシア製の装備も見た。旧ソ連の残党、金で雇われている傭兵だろう。このビッグシェルは巨大だ。デッドセルだけでは到底占拠できない。しかし、お前はそんな情報も知らされずに何しに来たんだ。しかも単独で。何が目的だ。答えられないか。まあいい。タバコは吸わない。
そういうな、役に立つこともある。先輩の言うこと聞けや。すげえや。ついでだ、これも持っていくといい。何それ何何それアルファゼロ、聞こえるか。こちらブラボーゼロ、BC連絡橋だ。大統領が。ダメだ、弾が当たらない。化け物か。オールアルファ、誰か応答しろ。こちらブラボーゼロ。どうして出ない。ああ、他にもいいのか。BC 連絡強化。行かなければ。動けるか。いや、ちょっと休ませてくれ。無線機の周波数を教えておく。 141.80 だ。 141.80 だな。俺はブリーフィングを受けてきている。この施設やデッドセルのことについて聞きたければ連絡しろ。通信はナノマシンだな。そうだ、そっちの無線機にもつなげる。おい、お前名前は。あ、ノードを見つけた、ノードを見つけた。今ノードがあった、あそこだ。のほらほら、ノード見つけた。ライデンだ。ライデン、変わったコードネームだ。本名は平凡だ。最初スネークって言ってたよね。いつか聞ける時が来るかもな。ジャックだよ、ジャックだよ。ね、本名ジャック。ね、プリスキン、ジャックだよ本名。なにこれ、どういう、これスネーク。ちょっと悪い顔したなぁ。なんかちょっと悪い顔したなぁ。あれ？プリスキンは？おる？プリスキンおる？これプリスキンやんね。ちょっとこれは外しとこう。寝とるわ。寝とる。いびきかいてる？ゲームが上手になりたいなぁ。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは逃げていてばかりで、俺を